こんにちは、土方隼人です。今日はビー玉でビリヤードやっていきたいと思います。12個入りのビー玉を購入しました。昔懐かしのビー玉、このビー玉でビリヤードができるのか。センターショットとボーラード、まあ、ボーラードはね1ゲームやってしまうとかなり破けてしまったこういうのショック、綺麗にやるタイプなんで。ボーラードは1ゲームやってしまうとかなり長いんで、まあ、1フレームぐらいちょっと調整していきます。さあまずビー玉をビリヤード台の上に、何気に初挑戦です。何気にってこともないんですけど初挑戦です。おー、かわいい。はい、多分今カメラから見るとめちゃくちゃちっちゃいと思うんですけど、手玉と大きさと比べると全然違います。もう普通のビー玉ですね。さあこのビー玉でまずはセンターショット、何球で入るのか。ではビー玉センターショットやっていきます。これビー玉って意外と丸じゃないんですね。なんかグネグネしながら動いてるんで、やっぱ丸って作るの難しいんですよ。ビリヤードのボールってすごいですね。重心が違うのか形が丸ではないのかっていうのは判断わかんないんですけど、これちゃんと転がらないと難しいな。前にね、カルディのビリヤードボールでチョコボールでセンターショットは成功したんで、まあ、それよりは簡単だと思うんですけど。ではセンターショットやっていきます。あ、手玉何色にしようかな。色が少ない、黄色で手玉、黄色、赤と黄色と緑と青なんですよね。手玉っぽいのは黄色か。緑、これ1個しかないか。この緑を手玉にしよう。そしてこの緑2個多分ある緑は1個使うのやめよう。では一発成功を目指してセンターショット。同点真ん中つくのマジめちゃくちゃ難しいです。ちょっとでもずれたら手玉がまっすぐ飛んでいかないんで、あ、音いいですね。勝ち、よっ、お尻、入りました。チョークッションレールに当たってから穴がめちゃめちゃ広かったですね。クッションから跳ね返らずにほぼほぼそのまま沿って入った感じですけど、とりあえず16球目でセンターショット成功です。ではボーラードをやっていきます。ラックを組んだらほとんどフットスポットに10個のボールが収まるんじゃないかというぐらい小さいんですけど、手玉は画面だとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、この緑のボールが一つしかないので、この緑のボールでやっていきます。まずはブレイクが当たるのか、センターショットを思い出して、おっ、うまくない、スクラッチスクラッチ1球目スクラッチです。1個入ったのにな。
1個入ったボールをフットスポットに戻すか。フットスポットに戻します。2ポイント以内から。むずむずいな。この黄色サイドカット、まあ、あの2番の当たれば2番の方が打ちやすいのかな。そうしようか。2番じゃない、青のビー玉レール際にね当たってもクッションからあんまり跳ね返らないんで、右こっちから見て右に当てれば入るだろう。どう？うわ、惜しい惜しい。これは10フレできるスピードだな。1フレ目、0点。うわ、当たんない。そして今ちょっと台に当たった瞬間にボールが出てきてしまった。1フレ、まあ、ブレイク失敗ということなんで、まだこれはね、大丈夫です。ワンミス扱いにはならないですね。なんのかな、ボーラーって。当たんなかったらファールか。打ち直しあるっけ。ちょっとその辺が分かんないですけど、とりあえずじゃあまだこれは1投目ということでやります。これでブレイクして、こっからもう今ワンミスです。ガーターって感じですね。てかこれがもうレール際で行った時点でつけないっていうことに気がつきました。なんでこれを狙うしかないです。この青に当ててここの青をコーナーに。あ、そっか、この青これで塞がれてるように見えるけど、青の横を通ってここ入るからコンビじゃなくてこのまま単体でこの青を狙います。うまい？当たるんだい、そこは。やばい、いまだに0点。では3フレ目、ナイスブレイク。またこっちだよ。やばい、これ絶対スクラッチするのか。むずい、この1番、いや黄色サイドカット、いやー、むずいな。穴は広いけど、いや、当たんないよ。0点。4フレーム目、転がるイメージがないんで角度をつけて、お、うまいよ、惜しい。0点。5フレーム目、ブレイクスクラッチを免れたい。よし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 、初めてブレイクスクラッチを免れた。そしていい配置なのかどうなのか、この赤をコーナーについに1点取れるのか。0点。ただこれ見えるかな、今コーナーポケットの前にギリギリ見えますね。この手玉でこの青をサイドカット、違う違う、コーナーカット、ちっちゃいな。
ちょっと人形好きっぽかったけど、まあセーフということで1点。この赤も落ちるじゃん、いい感じ。手玉いい感じし、2点、大量得点チャンス。やばい、玉座ありそう。こんなでかくてこんな小さいボールがくっついて玉座ありそう。ほとんどタップぐらいの大きさです。ナイス。これはもうつけません。つけない。もう画面から手玉が消えました。ツークッションしてこの青をここに落としますっていうコールで、はい。ただやっと2点落ちました。6フレ目、ただいま3点。やめてスカッチャー、セーフ。おそしてブレイクで1個入りました。どうだこれ、これコンビ落ちんじゃない、見えないかもしれないけど、青で青を当てて青を落とします。音だけで聞こえるから、うわめちゃくちゃ叩けるじゃんこれ。めちゃくちゃナイスショット、めちゃくちゃナイスショット。よし、これでこの青をこうない。うわ左行ったのか。1点まっすぐ、おお、まっすぐ行ったと思ったら入りました。めちゃくちゃ受けのいいポケットみたいになってますね。ナイスナイス、気楽につこう。よし、再び3点ゲット。薄いか。7フレーム目、点数が上がってきております。強くついてみよう。いや、いい当たりしたのにな。0点。はい、0点。8フレーム目です。うわめちゃくちゃいいテイク、ほぼ真ん中に当たった。この青右上コーナー、めちゃくちゃ叩けるな。飛んじゃった。え、ジャンプすんだ。うわ今映ったかな。ちょっと今ジャンプしてここにあったボールを飛び越えてしまいました。惜しい。0点。残り2フレーム。9フレーム目です。だんだんまっすぐコースを掴んできたかな。これはいいぞ。これ大量得点チャンスだ。緑で。ちょっと引くイメージで、うまい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 、うわっ、うわっ、ベスト使うか。なんだこれ、ベスト使ってビー玉でビー玉落とすって。よっ、ポジションも完璧。これは少し見えないかもしれないですが、青がここに潜んでいます。
そしてポジションもできる。ナイス。さあ、奇跡の3連続。いや、今赤落とすか。唯一あの前にある赤を落とします。ちょっと左ひねってで突きたいけど絶対無理なんで。ちょっと握っちゃったのか。いやー、薄いわ。3点か。ナイスナイス、10点いった。ではラストフレーム、現在10点。いいブレイクしたい。いやー、ブレイクうまくなったよ、本当に。なんか真ん中にあったようになっていたけど、もう最悪だ、これは。何も見えないよね、これ。これでもね、完全タッチしちゃってます。ワンクッションして、ここの青をここに落としたいけど、これ両方とも見えないのかな。何も見えない。奇跡の画面から何も見えないボール2球のっていう。現在地、ここと手玉、この下に青、クッションを使ってこの青を落とすイメージです。音だけでお楽しみください。失敗。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、これ結構いいんじゃない。左手、ちょっと引けましたよ、うまく。この、ここに入れてからちょっと引くイメージ。ナイスカット、ナイス。確実にうまくなってる。うわ、入んないか。はい、ということで、ビー玉ボーラーと1ゲームやってしまいましたが、合計12点という結果になりました。結構面白いですね。そしてクッションがね、ほんと跳ね返ってこないし、埋もれちゃうんでちょっと見えなかったのが申し訳ないんですけど、ビー玉ある方はぜひ一度センターショットとか何かトライしてみてください。もう本当に芯を捉えるのマジで難しいです。タップぐらいのサイズしかないので、真ん中つくの本当に難しくて、練習になるのかもしれないけど、多分ならないと思います。でも遊びで楽しいので、ぜひやってみてください。はい、ということで、またいろんなチャレンジやっていきたいと思います。もしよければ、高評価していただけると嬉しいです。この後にスーパーショットを少しだけやっていきますので、ぜひ見てください。本日もご視聴ありがとうございました。ジャンプショット。スリーボールインショット。